井井上上聡聡君日本共産党の井上聡でえ、今日は4人の参考人の皆さん、貴重なご意見をありがとうございます。まず今回のいわゆる裏金事件をどう見るかについて、まず西田参考人にお聞きいたします。あの過去のロッキードとかリクルートなどの金券事件と比較をして、まあ、今回はスケールが小さいという議論もあります。ただ、西田参考人は年末の読売のコメントでですね、 むしろ今回は悪質性が高いということを言われておりました、その趣旨をまずご説明いただきたいと思います。西田参考人 はい、あの今、与野党関係見てみると、まあ、与党の自民党というのは、大変あの強い時期というのを長く過ごしているという点が1点です、それから、まあ、あの恐らくは筆頭派閥で,す、ね、であった安倍派を中心にしながら、ずいぶん長らくです、ね、組織的な、まあ、この裏金作りが行われていたのではないかとこういうことが指摘されておるところで、まあ、そのことをもってです、ね、悪質性が高いというふうにコメントさせていただいた記憶がございます。 上井私たちもあの過去の、まあ、特定の政治家が利権に絡んだだけではなくて、今回はまさ、あま、に派閥ぐるみで,です、ね、組織的、系統的にやってたという点で、悪質性が高いというふうに思っておるんですけれども、えー、同じ点で、飯尾参考人、大山参考人もご意見を聞きたいと思います。いい 私自身からすると、この問題、やはり政治資金規正法上の問題で、汚職事件ではないので、やはりあの派閥でも皆さんが汚職をしてたというところは、まあ、もっと悪質だということですけれども、それに比べて悪質性は私は低いというふうに思っています。たただむむししろやはりあのあの集めててきたおお金金を派閥のお金とと管理すれば済むこわわざわざ ない長文に出ないようなことをしてしまうという、大変不思議でございまして、そういう点でいうと、理解が難しい案件で、その背景にはやはり、もっと政治構造上の難しい問題があるのではないか、そのことはちょっとあのよく考える必要があるというふうに思っております大山参考人。 はい、あのお二人の参考人のおっしゃったことそれぞれ一位あると思うんですけれども悪質というのはどこを捉えた悪質というかということだと思います確かにその、まあ、手続き的な問題ですよねですからその賄賂を取ったとかそういう話ではないのでそういう意味では悪質性が低いとも言えますけれどもあの個人の逸脱行為ではなくてシステマティックにみんながやってたという意味では あの悪質性が高いというふうに考えてもよろしいのではないかと思います。井上聡君ありがとうございます。次にあの企業団体献金についてお聞きをいたします。あのそれぞれからま禁止いないしは制限というお話がありました。現状ではまずいというのはあの共通の認識なんだろうと思うんですが、私どもあの企業団体献金は全面禁止の法案も出しておりますが、まあ、総理などはですね、過去の最高裁判決を持ち出して。 企業も社会的な存在であり、政治活動の自由があるんだということで、合理化をされるわけでありますけれどもあの、やはり大きな財政力を持つ、しかし投票権を持たない企業がお金を出して影響を与えることは、非常に政治を歪みますし、 国民の参政権を侵すのではないかと私たちは考えておりますけれども、伊、え、予、ー、参考人、そして、えー、大山参考人、中北参考人、それぞれお聞きしたいと思います。はい、それでは大山伊予伊予参考人からお願いします。伊予参考人、あの私自身は企業団体献金自体はあの大きな額で影響を与えようとしない限り。 あのそれほど問題はないと思っておりまして、企業自体も社会的責任を果たすということもしておりますので、そういう点でいうと、これ自体を禁ずべきだというふうには考えておりません、ただし、国民の中には企業から献金を受けた生徒は嫌だという方もおられるでしょうから、それはきちんと公開して、国民の審判を置くということがまあ基本になるというふうに思っております。大山参考人 はいあの、冒頭の意見陳述で申し上げましたけれどもあの、やはり不足に書いてあることですので、そのままあの素通りにするというのはやはりよろしくないということが1点でございます、そしてあの確かに企業団体献金を禁止しても、あの先ほど中北さんここのおっしゃった PAC というポリティカルアクションコミュニティっというのはアメリカでございますけれども、あの企業の 要するに幹部の方たちが個人の名前でもって、集金して、団体作って献金するというようなことは防げないわけです、ですけれども、あのやはり今のように、企業が直接献金するのと、何かそういうものを作って献金するというのは、だいぶやっぱり変わってくると思います、ですので、私はそちらの方向に行く方がよろしいのではないかと考えております。中北参考人 はいえー、この献金の問題、なかなか私は複雑だと思っております。企業であっても、えー、かなり積極的な見返りを期待してお金を出しているところと、あるいはいわゆる見かじめ料的な消極的な理由で出しているところ、見返りを全く求めない応援、えー、例えば企業というのは必ず,必ず見返りを求めているわけではございません。例えば被災地に寄付した,したりですね、大学に寄付したり、こういうこともやっております。社会貢献もやっているので 必ず見返りを求めて,るっていいいるう言い方は正しくないただ、その可能性も十分にあるということでしょうし、例えば自民党を応援している団体でも、小泉改革であの最大の応援団、全徳、これの反対をしきって優先民営化をやりましたし、第二次安倍政権でも、応援団の非常に有力な農協・ JA の改革をやりましたので、えー 応援してです、ね、献金してればです、ね、完全に安全かというと、そういうことでもないということを考えてもです、ねえー、献金が必ず政治を歪がめるというところまで言えないし、ただ、歪める可能性もあることも否定できないというところではないかと思いますし、あと政治献金だけではなくて、選挙ボランティア、これは統一協会の問題で、えー、議論になった部分でございますけれども、あと機関紙への事業、広告であるとかです、ね、まあ、政治団体を経由した寄付。 いろんな形でございますので、企業団体献金だけやめれば、あ事態が改善されるかというと、やや疑問もあると、ただあ、企業団体献金について言うと、個人の自発性という観点からあまり望ましくないことは事実かと、こういうふうに理解しております井上聡君。ありがとうございます次にに政策活動費についいてお聞きをいたします。 あのまあ、役職者に出動すれば、まあ、その先は非公開ということで、自民党の中でやられてきました、まあ、幹事長などは年間10億円と言われておりますが、これもともと規制法には、政治規制法には一切明記されていなかった、まあ、あれは今度、まあ、いや、そういう点では脱法的な使い方だと思いますが、まあ、今回、明記をするわけですねで。この間の議論の中で言いますと、そのなぜ非公開にするのかと。 この戦略的な運動方針が明らかになるのはまずいとかですね、えー、その行きつけの会合場所がです、ね、明らかになって取材が来たりすると困るとか、これ本当に私は政党の都合だと思うんですであの、政治規制法は常にこの普段の、政治監視と、国民の普段の監視と批判のもとに置くということの趣旨から言えばです、ね、これ、全くに反するんじゃないかと思っておりますけれども、まあ、10年後のまで、 量指標出さないことも含めて、それぞれからこの問題でのご意見をお聞きしたいと思います。はい、じゃあそれではイイオ参考人。はい。はい。この問題あのこれまで申し上げませんでしたが、政策活動費と言われているものはやはりあの問題のある質であったと、まあ脱法的だと言われたのはその通りだと思います。で、今回それをあの襟を正すということは確かでございます。じゃあこれを一挙にやめるのか。 何かあの別の形で縮小するのかということで縮小したいというのが今回の案だというふうに思っていますがただ残念なのは実は公開というか10年後の公開しか手段がなくてやはり、先ほどか議論を出ている監督機関第三者機関がです、ね、それは公開しなくてもよいかどうかということはきちんとやはり監督すべきで,です、ね、それで公開しなくてもよいということになったら公開しない部分があってもよいけれども、まあ、これも記録はきちんと残る。これは税金と同じでございます まして税務申告はきちんとしないといけないし、正しいかどうかはチェックを受けますが、公開されるとは限らない、まあ、現在はやっぱり監督機関が弱いために、この手の費用がきちんと処理されなかったというふうに考えてますので、体制の整備をもって、もう少しきちんとの規制していくべきだというふうに思っております大山参考人、はい、あのただいまの委員を参考人のお話にほとんど付け加えることは、私もございませんけれども。 あのやはり10年後ではあまり意味がないので、そ,そしてまたこれ全部国民の錠剤ですので、税金もかなりの部分入っているということですから、何に使ったかわからないということでは許されないわけでございます、ですのであの第三者機関にチェックをしてもらって、情報公開法のような運用でもって公開すべきは公開していくということかと思います。え西田参考人 あのまあ、選挙運動の自由、政治活動の自由等々の観点から、まあ、生活費的なものというのが、まあ、ある程度、まあ、あり方としてはです、ね、合法的に実施するということも不可能ではないのではないかという認識を持っております、まあ、あの規制をかけていく中で、まあ、透明化を求めていく、まあ、これ重要だろうと考えますと同時にですで、ね、に生活費やってらっしゃる政党とやってらっしゃらない政党というのに分かれているわけですで、まあ、これまでやってらっしゃった政党においてもですね あの政党自ら、あら、政治家自ら積極的に公開いただくということを、別に法があの施行される前からです、ね、やっていただくということがあってもいいわけで、これこそまさに襟を正すということにつながっていくのではないか、まあ、そのようなことをやってらっしゃる政党もあるわけですから、ぜひやってらっしゃらない政党においてもです、ね、お考えいただくということ、重要ではないかと思います、以上です、はい、じゃあ中北参考人、はい、政策活動費というのは、一種の、まあ、政党の機密費でございます。 受領者のプライバシー、外国勢力に見られない、政党の戦略、これを取得したいと、まあ、3つぐらいの理由があるかと思います、それには一定の合理性はあるかと思いますけれども、しかし、1つはやはり10年後とはいえ、第三者機関にきちんと毎年報告をして、そこのチェックを受ける体制を、公開は10年後でもあっても、毎年きちんと報告をしてチェックを受けて、場合によっては是正を勧告されるという状況をどうやって作るのか。 もう一つは、上限を、えー、今のように、う年間10億円とかあ、それを超えるような額というのは認めず、えーまあ、5000万ぐらいとか、あかなり、えー、低いところに設定をし、さらに問題があればあ改革をしていくということが、これがあ現時点では必要ではないかと、こういう,う,いうふうに考えておりますす以上です井上聡君。 正式金規制法、を先ほども言いました、あの普段に国民の監視と批判のもとに置くということから考えればです、ね、私はやっぱり支出というものはすべて明らかにする、まあ、戦略的運動方針が明らかになると言いますが、それも含めて国民が判断をできるようにするのが筋だと思うんですね、まあ、その下でもまあ第三者機関ということのお話もあったわけでありますが、それを作るとしても、例えば今、 え監査をやってますけれども、あの政治資金収支報告書、まあ、相当こう抜けてるというのも指摘をされてるわけです、すそういうことをいいますと、やっぱり国民の監視がまずあって、それを補強するものとして、第三者機関もあり得ると私は思うんです、その点で先ほどあの、情報公開の対象こともお話がありましたけど、この間の答弁で言いますと、例えば10年になる前にです、ね、いろんな問題が疑惑が出る際に、 情報公開の対象になるのかといえば、そうなってないというのが答弁なわけですが、そういう,こう情報公開の10年間は対象にもならないということについて、えー、飯尾参考人、大山参考人、それぞれどうお考えでしょうかそれでは飯尾参考人。私の意見からすると、10年間の公開だけではやはり不十分ですので、その間にやはり第三者指揮官、きちんと監査して、内容を精査して、 しかも、実は今の話は、の今の委員のお話は公開が先というお話でしたが、公開の方法をやはりきちんと定めていくということがやっぱり大切で、その途中でどうしたことか、特別の事件があれば、保存しているものをどのように扱うかというのは、今後ちょっともう少し議論をすべきものだというふうに思っております。大山参考人 はい、あの先ほど情報公開ということを申し上げましたけれどもそもそも国会は情報公開法の対象になってないわけですね。 で国会こそやはり国民から選ばれている国民代表機関ですので自らの情報をきちんと公開して国民と情報を共有していくということが実は重要なのではないかと以前から思っていますでもちろんあの秘密にしなければならないこともあるわけですけれどもそれはしかるべく手続きを踏んで当面公開をしないということができるわけですので、まあ、ぜひあの国会情報の公開についてもお考えいただければと思います。 井上聡君えっと最後に政党助成金について、大山参考人にお聞きしますがあの、私ども事前にいただいた資料の中で、あのこの政党助成金が、えー、民主主義のコストとして政党の育成に役立てるはずだったが、かえって政党の発展を阻害しているのではないかということを書かれておりますけれども、この趣旨についてお話していいいたただきたいと思います大山参考人。はい、えーっと そうですねあのこれも他の参考人の方々からもご指摘があったと思うんですけれどもあの政党はやはりもっと国民に近い立場にいなくてはいけないと思うんですけれども。 あの国交補上頼みになりますと自らその献金を集める努力もしなくなるであの本当に政治家の方々に伺うと個人で献金してくれる人なんかいませんよというような開き直りのようなことをおっしゃる方が多いんですけれどもそれはやはりそれは玉音鶏じゃないですけれども。あの 集める必要がないから工夫がないというような悪循環になっているような気がどうもいたしますですからあの助成金頼みではなくてどうやったら国民の錠剤を集めて国民とつながっていくのかということを考えていただくのが重要でないいかと思いますありがとうございました。終わります